こんにちは、夜だからこんばんは、ニューエー OJ751 です。今日はですね、私が YouTube をやってきて良かったという話をしたいと思います。かれこれ中学2年の終わり頃かなくらいから YouTuber というものを始めてみたんですよ。で、なぜそういう YouTube を始めた経緯といたしましては、今いるですね PDS 株式会社さんという方の影響を受けまして YouTube を始めました。お下げいただきます。最初はね、なんか撮っててすごい毎日のように動画投稿してるから、で、俺もなんかやってみたいなっていう、そういうことをして、それでアカウントを開設して、で、中学のね、帰る前の時にね、お、ちょっと帰ってきたら今日から YouTube やってみるかって言ってアカウントを作って、そっから AOG751 というチャンネルでね、自己紹介動画をアップしたんですよ。最初は確かってかタンクトップっぽいなんか黄色い服を着てた気がするんですけどね、なんか今日から YouTube をやる山口誠也ですか、なんか本名言ってた気がするんですけども、今となっては昔はなんか本名伏せてたんで AOG751 っていう名前でやってたんで、最初から山口誠也ですか言ってたんですよね、あの時から。で、そっから徐々に、まあ、豆太郎5500さんとか、和樹 GP2 さんとか、豪快48とか、いろいろとね、仲間がどんどんと増えてきまして、おいで、それは中学組だね。中学組で中学を卒業する。それで高校に入ります。で、高校に入ると、中旬 TV とか、雷62、クララ1万。あと、スマイル TV か、今やひろきチャンネルだけど。っていう人たちが入ってきて、どんどんと動画投稿していったんですよね。まあ一時的には学校の先生から共演するなっていう、まあ指摘もね、されて、一時的にね、仲間たちは休止したっていうか、まあその時はね、もう僕一人で YouTube をね、ずっとやってたんですよ。だけどちょっと一回休止して、卒業してからまたやろうっていう考え方してて、で、卒業してからまた YouTube をやり始めたっていう。まあ流れなんですよね。で、僕がすごい長々と YouTube をやってきたおかげで、こうしたね、有名な大物 YouTuber の、はじめしゃちょーさんとか、東海オンエアさんとか、覆面ステーションさんとかね、まあ、いろいろ、知られてきて、フィッシャーさんもそうだけどね、スカイピースさんとか、結構みんな乗ってきたわけですよ。俺やっぱさ、俺がやっぱここまで YouTube をほんとやってよかったと思ったのが、やっぱり、東海オンエアさんとじゃんけん大会でメンバー入りしたことですかね。新東海オンエアのメンバーとして一回だけね、企画に参加できた。で、サブチャンネルの寿司トークにも参加できた。あれが本当に非常に思い出ではあります。まあ、やっぱり YouTube、自分のそういう、まあ、披露したいこととか、伝えたいこととかをできる場としてはいいなっていうふうには思います。で、やっぱ有名になるにつれね、有名な岡田さんとかもコラボできたりとかもしますし、今じゃね、芸能人なんかも YouTube やってますからね。僕がね、一番やっぱコラボしたいなっていう、まあ、YouTuber、粗品さん。二番目がゆきりんさんですね。だからもう本当に好きな YouTuber っつったら、まあ、霜降りチューブか、粗品チャンネル。ゆきりんワールド、ゆりごゆうまチャンネル。こんな感じで、まあ、僕のこういう YouTube 歴史、今までとやってきて、非常にね、毎日楽しく動画投稿しております。それで、今後も、やっぱりね、YouTube をやることが好きだから、投稿はしていきます。これやっぱりね、僕もね、こう YouTube をやってる中でね、岡崎で、ともどもと活動してたさ、スロスタさん、また動画見たいなっていうふうに思います。元気な彼たちのチャンネルも、僕は非常に楽しみにして、待ってます。なかなか最近、投稿がないですけど、あれですね。皆さんに一つ言いたいんですけど、僕たち過去のグループも含めて、企画的に何が好きだったかっていうのはね、また教えてほしいなと思ってて、最近ほんとすごい雑談ばかり、雑談系 YouTuber になってしまいましたけど、商品紹介とか、そういうチャンネルに関しては、ニューエオジュの方のサブチャンネルの方で出したいと思います。で、明日に関しては、レッスンがあるんで、大阪の方でね、芸能の。投稿は多分スマホで無編集。で、サブチャンネルはまた別の方でアップしたいなと思ってて。そういう日だけは多分、メインも雑談じゃなくなる可能性はある。サブもね。サブはまあいろんなことやってるけど、今日はとりあえず生配信を行いますんで、お楽しみいただければなと思います。だからこうして僕も YouTube 歴史を語っていけるというのは非常に面白いと思います。だから今後とも僕の方の応援もよろしくお願いします。そして
いつも応援してくれさってる子さんのファンの方、そしていつも動画を見てくれてる方、コメントをしてくれてる方、本当に感謝しております。これからもね、みんなが楽しめるコンテンツで YouTube を撮りたいなっていうふうには思います。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは明日動画でお会いしましょう。さようなら。